はい、今日は、ヤシカの、TS レンズをバラしてます。TS レンズは、この絞りの押し込みタイプじゃ、押し込みタイプではないと、このオートとマニュアルの切り替えスイッチがないので、押し込み、式のアダプターじゃないと使えないわけなんですけども、開放だけで撮るということになりますので、押し込みタイプじゃないやつも使えるように、押し込み状態で、ストップさせるという、僕のやり方です。僕のやり方は簡単です。この押し込みの、もう棒っていうか、こいつを押し込んだ状態で、この可動部に、こういうふうに、先っちょを切った、これぐらいですね。これぐらいの先っちょを切った、爪楊枝を可動部に差し込んであげます。もうカメラでは見えにくいんですけど、可動部の右側ですね。差し込んだ状態で指で押して、そこに差し込む、カットした部分を、ピンセットとかで差し込んで、で、あとは、固定するために、車の修理剤、黒ですね。これを、ちょっと、移動しない程度に、塗ってあげます。そうすると、爪楊枝の色も見えないし、これでもう押し込み状態なので、絞りが有効になります。ただ、オートが効かなくなりますね。オート絞りにはできなくなります。でももうデジタルで使うだろうということを予測して、いつも、もう、このようにしています。こういうの仕掛けになってますね。で、こっちの順番としてはまずこいつを、いいところに止めたいんですけども、カチッとこの、これがここに来るようにしたいなということは、この芋ネジで移動させて調整するわけですね。前玉も後ろ玉もこういうふうに一体になってます。一体になってこの中に入り込みます。で、このリングで固定されています。その前にこのリングがここに入りますね。こういう状態です。そこからカビ取り入りするときはこの状態でカビ取りをして、引き抜いてカビ取りをして、またこれで押さえるという仕掛けになってます。こうですね。こうですね。そして、これを止めるという状態、手順ですね。
ろしますか。この締め付けのリングですけども、こう、リング部溝を痛めるので、最初はこの爪楊枝とかで、動くところまで、動かなくなるところまで、行って、あとはこういう改造というかこれ変形させただけですけどね。で、最終的に止めてあげると、すると、ネジ山をこれ潰れやすいですもんね。潰さずに済みます。さあ次はこいつです。この、距離ですね、これはここでストップがかかるように、ビス1本で、ここにあるビス1本で、ストップが効くようになってます。この道は短くなった時が無限の状態ですので、この状態で無限に合わせて、であとは止めてあった3本のビスで、これを固定してあった3本のビス内部にありますが、でこの、距離のリングを固定します。小さい、ドライバーを使わないと、この外壁にこのネジ、またしてもこのネジ山の外壁に当たるので、干渉するので、大きいやつだと、大きいドライバーだと、危険ですね。小さいドライバーを使って止めていきます。ビスを止めるときに僕はいつもしているのは、こういう強力磁石で、これ磁力を持たせて、でビスを捕まえて、ネジ山にセットして、持っていきやすいようにしていますね。ネジ締めの、こういう場合の3本ネジ締める場合、3本4本でも一緒ですけども、コツはこれ、最初からかっちり止めてしまわないことですね。とりあえず逆回転を1回刺して、カチッという音がするまで、逆回転をすると、そこから、スムーズに入っていきますので、普通通りに右に回します。で、1本ずつカチッ、もう止めてしまうんではなくて、3本、ある程度のところまで差し込んだところで止めていて、で3本入りきったところで、全部が入りきったところで完全に締めていきます。そうしないと、少しずつのズレがあったりすると、最後の1本が入らないということになりますね。逆回転させて、入るとこの山を探す。で、最後に3本全体を締め直すということですね。よし。小さなことですけども、はい、これで3本締まりました。で、小さなことですけども、
こが、このラインが、こう、無限のマークと若干1ミリずれてるじゃないかと。いう細かいことを、気になる人は、これを、芋ネジを緩めて、小さなことは気にしないっていう人もいましたけどもね、気になる人は、この芋ネジを3本緩めて、このきっちりゼロに合わせればいいわけですね。はい、合わせました。マークとラインが揃いました。で、絞りのリングが入ります。絞りのリングは、このビスに、この、一箇所、ここですね。えぐれてるところ。ここに入れ込みます。そうすると、こういう風ですね。クリックがないですね、クリックが。クリックはどこにあるかというと、次のやつにくっついてます。次のやつを、このボールをなくさないようにですね。セットします。これにセットしたら、この3本の芋ネジを締めていきます。押さえた状態で締めていきます。はい。締めました。これでクリックがあって、で、見てわかるように、ピン押した状態になっているのでピン押し状態になっているので、絞りがね、どこでも使えるということです。その代わりオート絞りではなくなったわけですね。オート絞りに戻したいときはそのさっき入れた、爪楊枝を引き抜くだけです。接着剤も使ってないので、塗装で、ペンキで、ちょっと仮に留めてるだけなので、引き抜けばまたオート絞りになります。その代わりオート絞りにするとマニュアルが使えマニュアルの絞りが使えないということですね。まあ、デジカメで使う場合は、これで絞りを変えて、使うことができます。で、このリングは、魂リングっていうかね、この銘板を外そうとするんですけども、普通はこれはこいつと一体化してます。外すタイプではないですね。こういうタイプのやつもいくつかありますね。これはもう差し込んで右回転するだけです。はい、ギュッと締めて、最後に締めるのはこういうゴム、こういうゴムを利用するとキュッと締まります。外すときもこれは有効ですね。これ自転車の、タイヤのチューブです。はい、これで出来上がりました。マニュアル絞りの DS レンズ
です。これはこの後ろ玉が出てるんで、どうしてもこう作業の時に後ろ玉が汚れがちですよね。つい触ってしまいます。最後にまあ出っ張っているので、逆にそれを利用してまた拭けばいいだけですけど、はい。ヤシカ50-1.9、1.7 もありますね。 DS オートって書いてあるところがこの落とし彫りでしょうね。うん、 M42 のレンズのお話、DS ヤシカ DS レンズを、マニュアル絞りで使いたい場合の改造例でした。